東京都で今日、新型コロナの感染者が新たに8253人確認されました。先週の水曜日より399人減り、2日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。重症者は23人でした。また5人の死亡が報告されました。病床使用率は 26.8% です。